毎度本田圭太、撮影事務所の本田圭太です。今日はね、日光サーキットに来ております。今日ね、撮影の仕事で来てるんですけど、ちょっとね時間が空いたらなんか走行していいよっていうことなんで、ちょっとねこのフィット RS ちゃんでね、ちょっとサーキットデビューしてみようかなと思いますね。主催者さんのね優しさに感謝です。じゃあ行ってきます。フィット RS ちゃんでね、ちょっと日光サーキットね走っております。いやよいしょ、いや楽しいね、めっちゃ楽しいね。よいしょ、ちょっとお昼ご飯にします。ちょっとブレイクですね。撮影も疲れたし、ちょっとね走らせてもらいました。で今日ねタイヤあれなんですよ、めっちゃ普通のエコタイヤです。こんな感じ、普通にエコタイヤこんな感じ。そう、今日エコタイヤで、サーキット走行してます。で今日の、ね、参加者の中にはスタッドレスもいるんで、なんかねエコタイヤ全然 OK とのことで、ちょっと楽しんでね走行しております。さてだいぶね日も沈んできたんで、写真撮るのもねちょっと厳しくなってきたので、またねちょっとサーキットの方ですね、ちょっと走らせていただこうかなと思います。今日ね3回走らせてもらいました。ちょっとねラスト行ってきます。
はい、ってな形でちょっとねサーキットでちょっと走行してみました。なかなかね結構エキサイティングで面白いですね。なかなかそのタイムとかそんなのはよくわからないですけど、楽しんでちょっと走行ができました。普段ねそう外側から写真を撮らせてもらってるんですけど、あと動画とかね撮ってるんですけど、なんかやっぱドライバーさんの気持ちが分かったような気がします。いやね、まあもっともっと皆さん追い込まれてね走行してると思うんですけども、今回ちょっとね楽しんで走行させてもらいました。ね、今回ね、そう、今日ね、そう、言おうと思ってたんですけど、そう、今日ね、クリスマスイブなんですよ。そう、クリスマスイブにね、こんなことしてます。で、帰ったらちょっと家族とね、そう、パーティーをする予定なんですけれども、あと、なんとかね、車は、無事に、そう、怪我もしてないし、無事に、走行を終えることができました。でね、今回の、イベントなんですけれども、グリフェストで、イベントに参加してきました。本当にね、のほほんとしてる感じなんですけども、ドライバーさんたちはね、結構一流の方が結構いらっしゃって、すごい楽しいイベントでした。またね、ちょっと来年も、サーキット撮影ですね、あるので、来年もね、楽しんで、撮影したいなと思います。一応ね、取り納めっていう形じゃないんですけども、あと来週にちょっと楽器の商品撮影とかが入っているので、まあ、あと2021年、撮影納めって言ったわけではないんですけれども、一応ね、サーキットは、撮影納めか、撮影納めということになったので、ですね、しかもこう、今回は、サーキット撮影、走行できたというね、かなり貴重な体験をさせていただきました。しかも、その、作用車、納品したての、フィット RS、2代目フィットでね、ちょっと走らせてもらって、すごい楽しかったです。で、今日、急遽、そう、走らせていただけるってことだったんで、ちょっと GoPro のマウントとかがね、ちょっと車載で専用ではないんですけども、ちょっとね、また、ちょっと、試行錯誤したいなと思います。また走るんかいって感じですけど、またね、いろんなことにね、トライしたいと思います。すごい楽しかったです。またね、また動画でお会いしましょう。本田圭太撮影事務所の本田圭太でした。じゃあね、バイバーイ。